米大リーグドジャースに9ブルワーズ7日米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアムドジャース大谷翔平投手30が7日日本時間8日本拠地ブルワーズ戦に1番 DH でフル出場大手をかけているメジャー通算200号はお預けとなったが2投と3投を決め 二年連続三度目で自己最速で20盗塁に到達した。レギュラーシーズンで換算すると35盗塁ペース。本塁打も49発ペースで、日本人では初のトリプルスリー。40から40、50から30、が視野に入っている。走塁でも進化を続ける大谷を安藤光太記者が見た。涼しい顔で走り続けた。 大谷は3回1死走者なしの2打席目に中前安打で出塁。続くスミスの打席で成功かと見られた2投はスミスの守備妨害で取り消しになったが、3番、フリーマンの打席で2投、4番の T、ヘルナンデスの打席では10投となる3投を決めた。移住盗塁目でリーグ5位に並び、 自己最多26盗塁をマークした21年よりも約1ヶ月半早く節目に到達した。レギュラーシーズン162試合に換算すると、49本塁打 &35 盗塁、ペース。打率3割1部4輪はリーグ2位で、日本人初のトリプルスリーは十分に射程圏内だ。MLB では、過去に昨季のアクーニャ、ブレイブス。 ラ5人しか達成していない、40発 &40 盗塁、過去に例がない、50発 &30 盗塁、も視野に入ってきそうだ。今季は例年以上に走塁の意識が高い、春季キャンプから総力アップのトレーニングにも注力した成果もあってか、盗塁は余裕を持って成功させるケースがほとんどで、失敗はわずかに2つ。 成功率は実に9割9輪に達している。投類について正しいプロセスを踏むのが大事、と持論を語る。地類ベースコーチのマッカローコーチは対戦する投手の投類をする、チャンスや走類について話したり、ビデオを見たりして意見交換をしている、と証言する。試合状況、相手投手の壁。 カウントなど多くの要素をすり合わせてスタートを切り、成功率を高めている。22年にドジャースタジアムで行われた救援では初回戦闘の1打席目にカーショーからアンダを放ったが、まさかの牽制し、機会があれば走りたいと思っていましたけど、と苦笑いだった。投げて、打って、走ってが大谷の真髄。 オールスターでは2打席ほどしかチャンスはないが、本塁打を打って、盗塁も決めれば、ランニング本塁打を放った7年の一浪以来となる日本人2人目の MVP も近づくはずだ。安藤孝太。